こんばんは。adobe えの轟です今日はですね。adobe いろはシリーズアルビ x d 編としてお送りいたします。はい、えー、このセミナーはですね。adobe x d とはどんなツールなのか、どんなことができるのか？えー、まアドビ x d に興味はあるんだけど、ちょっともっと詳しく知りたいんだよね。という。まあそんな方のためのオンライン講座です。 講師として北村さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。いますはい、えー、北村隆之です、えー。まあフリーランスとしても会社員としても働いてるんですけども、あのアドビのエバンジェリストの方もやらせていただいてまして、いろいろセミナーで登壇させていただくことも多いので、えー、よろしくお願いします。はい。 じゃあ早速いいですかね。はい、じゃあ早速お願いします。はい、じゃあもうちょっと行 <laughs> きたいと思います。はい、えー。あなたの仕事を簡単にする魔法のツール、魔法のツール、魔法のツールです。行きちゃいますね。<laughs> 魔法ですよね。ね魔法です、ね。はい。あとね、X D、e、ってなんだろうってことで、本当にまあ今まで X D、e、触ったことないとか、えー、まあこれからやろうかなっていう方も多いと思うので、そちらの のためにですね初心者向けって言っていいんですかね、もう本当に基礎の方、うん、どんなことができるのかなって話していこうと思っています。はい、まず、XT なんですけども、Adobe、うん、エクスペリエンスデザインという名前でしたよね、はい。これ正式リリースするまではこの名前だったんですよね。ただ、ただエクスペリエンスデザインって言ってる人は見たことないですけど、でもあんままりいせんでした長いのでね、はいでえー、何ができるかというか、まあ、UI ・ UX デザインツールという形でリリースされています。でそれで 今と今ではですね、AdobeXD というのが正式名称となって、はいまあ、エクスペリエンスの X とデザインの D だけ残ったと、うん、いう形になってますね。うん、で、この Adobe の XD なんですけれども、まず何に使えるのか、で何ができるのか、うん、どんな機能があるのかで、まあ、その辺の今回はですね、本当に基本的な紹介だけそうですね、はい、この辺名前だけは聞いたことあるんだけど、本当、なんなの、この XD っていう方、そういう方もいらっしゃいますからね。 なのであまり深掘りをしてですね、こうやってやるとこんなことできるよまではちょっとしょう今日は紹介できないんですけども、ねはい、こういうこんな感じのものが作れるよっていう形で進めていきたいと思っています。うん、でまず基本機能なんですけども、本当の基本も基本です。はい、まずデザインができます。うん、はい。でプロトタイプが作れます。でシェア共有ができる。これが3つの基本機能になっています。はい。X3 といえばこの3つです。 でこれまでは、ね、やっぱデザインだけのツール結構フォトショップのイラストレーターもありましたけどそ,、ね、その後ろにプロトタイプと共有がついたっていうのがすすごく大きいんですよまあそこがメインと言っても過言ではないように、はいはい、それによってです、ね、例えば今までのフォトショップですとかイラストレーターで、まあ、比較的1枚でペラッと作っていたものでは作れなかったデザイン全体のストーリーですとかインタラクション。 相互の関係を見ながらデザインしていくものとか、うんえー、制作者同士のコミュニケーションなんかもサポートしてくれる u i x デザインツールとなっています。で XD を使ったワークフローあくまで一例なんですけども例えばまあこれディレクターさんです。はいうん、ディレクターさんがワードとかパワーポイントとかこういうので資料を作ってくるっていうのはよくあることだと思うんですけどもこれを踏まえてですね大体いいデザイナーさんが このまあ、イラストレーターフォトショップが今までほぼそうだと思うんですけども、はい、で見た目デザイン,カンプを作っていくとでそれによって、まあ、コーディングの,その、えー、エディターは人によってバーバーと思うんですけど例えばドリ、えーミーバーでコーディングしていく。うん、でこれ作ったものを ある程度できましたとでそこでやっと CSSHTML 書いて、えー、JavaScript 書いてアニメーションつけて、うん、でこれで見てくださいって言ったらここ直してくださいって言われるやつですねそうですねだからまあ家で例えると <laughs>、はい、た立ち終わってから この家ちょっとドアがここのドアと干渉するんだけどとか <laughs> 基礎から作り直さなきゃいけないみたいな <laughs> そうそう2階に上がる階段がないんだけどとかそういうことが起きるわけですよねでも冗談じゃなくて本当に作り直しはありますけどそれは置いといてですね XD をじゃあこの中に放り込むとどうなるかっていうと例えばですけどこんな感じで、うんえまあ、ディレクターさんもデザイナーさんも、うん、フロントエンドとか構築の方も XD にちょっと、うん、触れていこうと。はい ここすすっごい大事なんですよねさっきも言ったように XE が生まれたことによって、まあ、それを使うことによってまた家で例えるとですよ立ち上がる前というか建てる前から、はい、もう何だったらその建築士さんと話をしながらこんな家がいいじゃあこんな家ってどんなのっていうのをもう例えばこの AR 空間とかに出して。 こんな感じになるんだ、この家とか <laughs> そういうのがもう分かっちゃうんですよね、作る前にねね <laughs> そうです使い方はそれぞれ、この場合だとディレクターさんとデザイナーさんとエンジニアさん、使い方は違うんですけども、その違う使い方をですね1つの XD ファイルで共有しながら行っていくということもできます。はい、でそれによって、まあ、XD という共通言語を持って、フローを進めるとよりスムーズにできるかなと。うんはい 結果ですね、ウォーターフォール型のそのワークフローというのは今まで多いと思うんです上。上から置いてくるって言い方ですけど、ディレクターさんから持ってきたものをデザイナーやる、デザイナーが作ったものをエンジニアやる、うん、でディレクターがダメ出しするですね。そうですね。<laughs> この辺は紙の紙の制作物との同じです、ね。盗集してますよね、はい、ウォーターフォールの場合は、うん。それを改善していくことができます。はい、でですね、まあ、デザイナーもですね、えー、人によってはイラストレーターを使って。 まあ僕そうだったんですけども、うん、イラストレーターで全部ウェブデザインやってたんですよ。で、うん、やる人もいればフォトショップでやる人もいる、はい、でそれぞれの素材を作っている方もいてそれを XD 上で共有しながらみんなで見ていくっていうことができるようになってます。うん、でチームでの開発をサポートしてくれるというのが x D になりますこれさっきね最初さっきのスライドでえー、っと。<laughs> 共通言語っていう話がありましたけど、はい、XD をみんな使うことで、まあ、その共通言語になって、ね、チームで今開発ができるようになったと、はい、これって制作のスタイルも本当に大きく変わりましたよねねそうです一、ね、人で抱えて作るっていうよりは早い段階からみんなで。 意見を出しし合っったりとかてて作っていくプロトタイピングができるっていうのはやっぱ大きくてプロトタイプってもともと模型っていう意味じゃないですか、うん、その車のプロトタイプって言ったらこんなちっちゃい何分の1スケールの模型を作ってまず確認するす家で例えてもらっていいですか家で家で,、ねはい、家で言うと、はい、何分の1になるか分からないですけどでも作りますよね建築士さんがねこんな模型で、はい、これなんでどうですかっていうの起きますよね,そうですね作りますよねあれのことですからね、うん、プロトタイプって、はい、だからそれをウェブとかアプリケーションでも使っていこうということになれば、うん さすがにこの家のドアの位置を今更変えてくれとも多分出てこないはずなんでそういうツールです、はい、でここでよく出てくるのがあのかなり質問として多いんですけども、うん、イラストレーターやフォトショップ今まで作ってたんですけどまあどう使い分けたらいいですかとか,とか乗り換えはどうしたらいいですかとか完全乗り換えが必要ですか <laughs>、はい、とかねっていう質問が結構多いんですよね、はい、実は、うん、なんですけどもこれ別に乗り換える必要なくてですね 今まで作っていたそのイラストレーターのデータフォトショップのデータっていうのはもともとどっちかというとその全部その中でウェブデザインをやるためのツールかというとそうでもなくて素材をちゃんと作り込むための本来ツールなはずなんですよね。うん、なのでイラストレーターやフォトショップで作ったデータを XD に入れる、うん、でつまりイラストレーターとかの素材を XD でレイアウトするツールっていうのがまあ本来の XD の使い方っていう形でいいのかなと。 で分かりやすくというか言い方変えるとですねウェブ系とかウェブ系の方には分かんないと思うんですけどもあの紙物をやってる方でいうとインデザイン、うん、インデザインって、まあ、レタッチした画像とかを用意してもらってそれを紙面用にレイアウトしていくアプリケーションがあるんですけども XT もウェブのインデザインっていう考え方でいけば分かりやすいのかなと思ってます、はい、<laughs> で実際のちょっと XE の画面を見ていこうかと思うんですけども まあこれはホーム画面ってやつですねあの新規書類とかやるとポンと出てくるようなちょっとここ細かいことは割愛しますけども、えー、まあ最初に出てくるのはもうフォトショあフォトショップじゃない <laughs> iPhone、うん、とか iPad とか Web、まあ、やっぱり Web とかアプリケーション向けの設定がまず上がってきてあとクラウドとかいろいろあるんですけども細かいのはですね次回以降も引き続き見ていただいてもっと細かい部分を知っていただければなとは思っていますが、はい、実際の、えー、これ何ですかワーク んなんていうんですか。ワーク、ワーク、ワークスペース。ワークスペース、それです。はい、<laughs> はい。ワークスペース、こんな感じです。どうですかね。かなり。シンプルいやすごいシンプルですよね。学、ま、び、あの。ね、ツールだともっともっと複雑なのは多いですけど、はい。かなりこういう。で、例えばなんですけど、はい、ここですね。えー、今、左に出してますが。ツールパネルって言えばいいですかね。ここパネル。パネルかな。はい。ツールパネル。うん でででいいやちょうど個個個個かな9個なすすね、はい、ごめんさしかないでもですね、えーまあ、イラストレーターとか使ったことがある方であれば大体のツールはパッと見で想像つくかなっていうさすがにペンツールこの中でどうやだろうってそんな迷ったりはしないと思うんですけどもそうです、ね、かなりシンプルになっています。でそれ以外の細かいとこどうしていくかっていうと右側にこの。 プロパティインスペクターっていう名前なんですけどもそのウィンドウが出ています。で例えばアートボードあとオブジェクト、まあ、四角でも丸でもいいんですけどもそういうものを選んでいる時にそのオブジェクトとか選んでいるものに対して必要な情報っていうんですかね必要な調整機能が右側にパッと切り替わりながら出てくるっていう仕様になっています。で最初にあった「デザインプロトタイプ共有」っていう項目なんですけどもこれが上にある。 タブのように3つ並んでいる状態ですねここで切り替えながらワークスペースを変えていきます基本これだけなんですよで、例えばプロトタイプにするとどうなるかというと、うん、もう左側のツールがほとんどなくなって選択と拡大縮小の虫眼鏡ですね、うん、だけになってでその代わり今度右のプロパティインスペクターのウィンドウというかパネル部分ですねそこがまた今度プロ ププロトタイプ用のものに切り替わると、うん、でさらに共有でいくといよいよツールはなくなりました拡大縮小しか何にもできないですけどねでこ右側は、えー、やっぱり共有用のものに切り替わるっていう風になっています実際のですねちょっと画面を見ていこうかなと思いますがこんな感じですね今、えー、見ての通りデザインモードで選択していますで例えばなんですけども,もう今日は これをやるとこれができるよってやると終わってしまうので簡単に今はこれはですねデザインモードなので普通にペンツールとかイラストレーターとかフォトトップ触っていればわかると思うんですけども自分で描画したりできるような状態になっていますでここにちょっと例えばじゃあ画像を入れてみようとかいう時はこんな感じでパッと入ってきましたで今ここの両方一気に変わりましたよね これに関してはここは同じものですよっていう設定って言っていいんですかねまあ定義ができますよね、はい、ここにコンポーネントってあってこれは同じものですよを使い回すように作っていくんですけどもなのでえっ、ー、と一つ一つ画像を配置するとかそういう手間もなく、うんうん、どん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 入れていくことができます変更にもすごい強いですね,そうですねまとめて変更できますからこんな感じで、うん、で例えばこれ特徴的な機能としてリピートグリッドっていうのが、はい あるんですけどももう代名詞みたい <laughs> これを押すと今ちょっと変わりましたねでここも緑色になったと思うんですけども、うん、でこのハンドルを引っ張ります出てきましたね、うん、みんなねまずみんな最初にやりたくないやつですよねこれはもう楽しいですもんね <laughs> でこのスペースとかもこういう感じで変えていける、うん、これす ままずまず触ってみた方がいいいいででですす気持ちいいんで <laughs> そうですねこれはもうやっぱイラストレーターにもフォトショップにもない機能なので <laughs> これだけでしばらく最初遊べますからね、うん、遊べますね <laughs> でここにですねさらにさっきあったようなこういう画像ですねまとめて放り込むとこんな感じでパッと切り替わります、ね、これがもうどんだけね今までのねちょっとこの遊び方いろいろできるんですけども今ここまで触ってて分かったかもしれないですけど あのおそらくこういう作業をイラストレーターとかでやるとそろそろあのレインボーマークが出始めるんですよ。ああなるほど <laughs> これだけの画像をいじり始めるとそうですね用途があるのもねそうねすようすごい軽くてですねで今アートボード2つですけど、まあ、連打していくとこう増えていくんですねこうやって <laughs> こうやって増えていくるんですどん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 。でもこれを100や200作ったぐらいでは全然重くならなくてですね例えば先ほど 同じ使い回しのツールだよってやってたと思うんですけどこれをじゃあままとめて,えって貼りましたこういうことをしても全然軽く動いてるんですよこれ今ピンチでトラックパッドのピンチで動かしてるんですけど、うん、このぐらいの軽さがあるのであの軽さだけでも XD を使うメリットあるんじゃないかなと正直思ってます。いいいいや大いにありますす、はい、<laughs> そうですねね軽いい軽ささはは正正義義でででそう とやっぱプロトタイプちょっと動きだけ見せておきたいんですけども先ほど言ったここですね、えー、タブみたいなところで切り替えますちょっと変わってですね今ちょうどボタンの部分選んでおいて覚えたんですが右側に矢印出るのでハンドルでこうここに行きたいとか簡単ですね回すだけで操作できちゃって、はい、でプレビューをしますね、うん、これで押すと繊維する、うん、これだけです <laughs> 基本の設定としてはそうですね細かくこと言いやすと、うん、なんか繊維の仕方 例えば右から押し出すようにとか、うん、あとアニメーションしながらとかいろんなことができるんですけどもただ単にもうこれをこうやってひたすら繋いでいけば次のものに変わっていくっていうのができます、はい、それがプロトタイプですねあと共有一応紹介だけします、えー、ここにあるんですけども共有ってどういうことかというとクラウド上ですねクラウド上にデータを上げてその結果例えばでさっきの上げておいたんですけどもこんな感じであこれもうブ,、ね、ブラウザですねブラウザです もう今この URL アクセスすると見れると思います、うん、パスワードかけてないんで。はい、なので、x e を持ってない方にも、この URL をポンとメールなりなんかで送ってしまえば、もう誰でも確認できるわけですよね。うん、今、これがですねプロトタイプ設定をしてないのを上げちゃってるので、できないんですけども、プロトタイプ設定しておけば、この画面の中で、さっきのボタンを押したら次の画面へとかもできるようになっているので、そういった意味で共有、あと、右側見るとちょっと分かるんですけども、使ってる文字スタイルとか。 出てるんですねなのでコーダーさん向けの共有とかもできるようになっています。あ、うん、あとココメメンントト機能がありますすででねコメントですね、はい、なのでまあコミュニケーションツールとしても使えると、だからせっかく作ったプロトタイプをどういうふうにフィードバックを得るためのツールとして使うかっていうところも考えて、e、はできてます、はいはい、結構簡単に使えるので。うん、というのが基本的な動きなんですけども。うん、はい、はい こんな感じでですね XD でどんなものが作れるかっていうとざっくり言えば画面と動きと資料っていう感じになります、うん、画面っていうのはもう分かると思うんですけどもそのレイアウトするとかデザインカンプを作るとか、えー、今まで Photoshop とかでやってたのと似たような感じですけどね画面をまず設計できると今ちょっと見ていただいたような動きマイクロインタラクションとかプロトタイプとして作ったものを共有したりできますこれ資料ってあるんですけども、えー、スライダー、ワイヤーフレーム なんかもう今の軽さを見ていただいたら分かると思うんですけども、えー、作ることができますでさっきちょっとちらっと見えましたけど実はこの今見せているスライドもですね全部 XD で作っていますこんな形で、うん、もう XD 慣れちゃうとスライド作るの XD が一番早いですよねそうそうこれだから右を押したら全部こう右につながるよみたいになって作っています、うんうん ちょっとねあのそもそもプレゼン用のツールではないので癖はありますけども、まあ、軽さとかあとクラウドで共有できるとことか考えるとですね、はい、こういう使い方もありかなと思っています。はい、ということで XD はですねその平面的なデザインとして今までやってたような、まあ、紙に印刷したようなデザイン以外の、はい、インタラクティブなデザインですねその動きだったり、えー、階層であったり っていうものを含めたデザインができるようになっていて、ウェブやアプリに寄り添ったより寄り添ったものが作れるっていうものになるかなと思います。今の時代ってやっぱウェブとかアプリの持つ力ってすごい強いですよね。で、かつもう競合がいっぱいいるから、そこの差別化をどういうふうに作っていくのかっていうのは。 それがまあ UX デザインだったりするわけですけどそれを作るために今までのフォトショップとかイラストレーターだけだとやっぱ厳しかったんですよねインタラクションは作れなかったので,そうです、ね、だからどんな動きをここを押すとどんな動きをするのかとかそういったものが本当に完成しないと分からなかったけど x l があればもうディレクターさんでもデザイナーさんでも動くものを作って確認していけると、はい、チームのみんなで,でさっきやったみたいに、うん、結構そのハンドルを引っ張ってつなぐだけで画面遷移とか作れるじゃないですか。うん なのでディレクターさんでもそのワイヤーフレームの時点で画面でタップしたら、うん、あのページを飛んでってここを押したらどこ行くよっていうのをそれをデザイナーさんに共有すれば、まあ、そのどこを押した時にどこのページ飛ぶとかっていうのはよく昔間違えることあったんですけどうそういうのもなくなるので、うん、あおすすめだなと思うなので、まあ、デザイナー以外でも、えー、いろんな使い方ができるので試して,試してみていただきたいなとい ってますこのシリーズでまたどっかでアニメーションとかもやるとしたらやると思うんでそうするとそれは僕が何か言ってはいけないセリフとか言ったらもしかしたら。でまあその回に単なる画面遷移を作るだけじゃなくてもっといろんなマイクロインタラクションっていうちょっとしたボタンのアニメーションが入ったりとかそういったものができることも わかると思うんでぜひご覧いただきたいですね。すね本当だったら僕はアニメーションだけで30分ぐらい喋ってたですもんね。いやもう1時間ぐらい本当はね行き <laughs> ますね。全4回ぐらい行きますね。うん、はい。ということで、えー、まあ全体の紹介としてはここまでとなりますがですね。うん、今回本当に最初最初の第一回ってことなので。はいろはのいいですね今日は、ね。はい、本当にこれからどうやってやっていこうとかどういう使い方ができるっていう皆さんもですね、うん、その質問に答えていきたいなと思っています。はい。 はい、ではですねえっと今日あの皆さんからもいろいろご質問もいただいてるかもしれませんけどまずは事前にいただいてたご質問からいきたいと思いますでは最初のご質問いきましょう、はいえー、初心者におすすめの勉強方法はまあ確かにこれ知りたいですよね、はい、最初何やっていいかというのはやっぱありますからね、はい、とはいえですね まあ、初心者向け、今、アドビの方でもいっぱいサポートしてくれて,て、ですね、うんえー、スターターキットっていうのが、まあ一番入門としてはいいのかな、うん、スターターキットっていうのはです、ね、あのちょっとこの後 URL をここに貼り付けますけど、はいアドビの公式の XD ファイルです。XD ファイルの中に、XD の使い方が書いてあるドリル、ドリル形式の、えっと、教材になっていて。 これフォトショップとかイラストレーターやったことある人だったら多分15分ぐらいでもうマスターしちゃうでしょうね。あのちょっとした挙動の違いっていうのはやっぱあるにはあるんですけども基本的には同じなので、うん、多分フォトショップイラストレーター慣れてるんであればもう何、はい、んですかプロトタイプ作りからスタートしても大丈夫なぐらい、ね。まあそううですね、はい、もう別に描画のなんだろう 情報計画練習とか多分いらい,と思い,いらないですね <laughs> でもしディレクターさんで,であのデザイナー出身のディレクターさんとかでなくてはい、はい、パワーポイントとかしかあんま使わないっていう方は、えー、それでも30分ちょいぐらいで、まあ多分いけると思うんですよねーそのワークショップみたいなの僕やらせていただくことあるんですけどよっぽど容量悪いとかそういうことなければ普通に普通に30分1時間で大体基本的なことできるようになるので、はいはい、十分いけるかなと。 これは公式から Mac 用と Windows 用とダウンロードできるようになっているので、はい、もし最初に使ってみたいという方は、ですねここからダウンロードして、まず最初の入門ですね、導入としてやっていただければなと思 URL はここで貼っておきますので、よろししくお願いしますさて、2つ目の質問は、はい、え習得するのにどれぐらいの時間かかりますか、ちょっと今、時間の話、少ししまありましたけど。その ペンツールとかああいうものって基本的にはイラストレーターとかと同じなので、うん、そこを置いてしまえば本当に30分1時間でプロトタイプやってっていうあの共有してっていう基本機能をまずマスターできるかと思います。そうですね例えばまあゼロスタートでイラストレーターフォトショップをマスターする時間を自由だとしてゼロスタートで XE をマスターする時間。 完全にゼロですかか、うん、ペ,ンペンツールとかもどっちも,、まあ、どっちもだからスタートラインが同じだったとして <laughs> あ、まあ、でも明らかに XD の方はハードルは低いですよね半分以下ですよねもう確実にう、ね、本当僕は10分の1ぐらいかなと思ってますけど、うんまあ、あと始めるタイミングとして今結構いいなって思うのは XD ってそのアップデートが毎月あるんですよ確かにめちゃめちゃ早いんですで、はい、その速さってのはのは、まあ、良くも悪くもとかいろいろあるんですけどその なんていうんでしょうね。イラストレーターとかみたいに年に一回ドーンって大きいの来るようではなくて、うん、細かい改善を常に繰り返しながら新しい機能をどん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 一年間のうちで、えー、加えてってくれるんですね。うん、なので、一ヶ月始めるのが遅いと一 <laughs> つ二つ機能増えてるんですよ。<laughs> 今は今思いついたら今やるのが一番いいとは思ってますけど、ね、そうですね。もうその日がね吉日ということで。はい、はい。で結構あります。じゃあ二つ目、あ三つ目行ってみましょう。 パワーポイントから脱却したいけれども、はい、パワーポのショートカットが身につきすぎててなかなか XD に移行ことができませんというお悩みコーナー <laughs>、はい、<laughs> ですね。これはい、でも、えーまあ、僕もイラストレーターで最初作ってたってあったのでなんていうかショートトカットはよく混同します。ただ、うん、慣れてしまうとフォトショップイラストレーター、えー、XD やってる時のショートカット使い分けできるのでこれ完全に慣れだなと。 慣れですねこれはもうちょっと頑張っていただくしかないですけど<笑><笑>その先にすごくいいことがあると思って頑張っていいたただきたいです,、ねそですね、そのさっきの,あのやっぱり重さ特に別にディスってるわけじゃないですけどパワーポイントってかなりデータ容量大きくなりがちなんですよ。うん、なんかスラックで送ってって言ったらなんかとんでもない容量のが、うん、ダウンロードにめちゃめちゃ時間かかるとかもあるので。うんはい ヘタをすると、えー、まあ XD でそういうのは正直見たことはないのでその軽さだけでもパワーポイントとかからちょっと使い方っていうか使うシチュエーションによって分けてもらうのもいいんじゃないかなと思ってるのでショートカットは大丈夫ですあのすぐ慣れますから、はい、<laughs> やってみてください。はい、では続いて、えーこちら CSS や HTML で書き出すような機能やテクニックはありますか？機能に関してはですね、ちょっとプラグインとかそういう話をしてしまうと終わらなくなるので、さっきの共有というところでお見せしたページなんですけどいいですかね？はい。でここ、まあここだけちょっと細かく言っておきますね。ここを押すとコードを全部、コードの一部を取ることができます。どんなことができるかというと、まあパッと見で今見ると文字スタイルが出てるんですが。 オブジェクトの上をクリックすると、サイズがまず出てますよね。こうちっちゃいですけど、よ1103とか適当に書いたのはよくわかりますね。はい。で、マウスを動かすと、ま次の要素までの距離の数字で出てたりとか、ここですね。CSS も一部取ってこれます。うん、オブジェクトのサイズとか色とか。で、いいなって思うのはこういうテキストですね。 これダミーテキストなんですけども右側にこう選んでると出てきてこれクリックすると下にコピーされましたって出るんですよクリックだけでプレーンテキストを今コピーしたんですね、うん、貼るとこんな感じで上に出てきますね、うん、こんなこともできるので、えー、なん全部 HTML をって言われるとちょっとあれなんですけども CSS に関してはだいぶサポートしてくれてるのでそうですねでやっぱり HTML の書き出しってあのコードのいろんなお作法とかあと HTML を使わないではい、はい あのコーディングする方法あるじゃないですか。なのでちょっとそこら辺がなかなか難しいありますね。まあ一番欲しいのはやっぱり例えばフォントサイズとかマージンとかあと色とか。そうですね。やっぱそこが欲しいんですよ。なのでその辺はサポートしてくれているので、まあ自分のエディターに貼り付けていただければ十分使っていけるかなと思います。で、まあサードパーティーと連携するって機能もあるので、それはそのまたそのうち紹介するとは思うんですけども、まあそれ以外に自分の使い慣れたものを使うって手もありますね。はい。はい。 じゃあですね、ここからは、えっと、今いただいたちょうどね、はい、この、えっと、チ,ャットチャットでいただいたご質問に答えたいと思います、はいえー、先ほどのスライドのように文字が表示されるときのアニメーションも作れるのですかはい作れます全部 XED でやってるのでこれどこまで紹介しますちょっとだけやっていきましょうかでも簡単にいっぱいあるからちょっと <laughs> ちょっと一旦消しましょうかこれ、ね、はい、はい えーとそんなに難しいことをしてたんじゃなくてテキストで出ないこれ今ねポインターをアクセシティーで大きくしてからどこで掴んでいいかわかんない難しくなっちゃったけど <laughs>、はい、これ同じものをこっちに別のアートボードに貼ってちょっと位置を変えておきますで、うん、もうショートカット使いまくりますけどプロトタイプモードに今切り替えました、はい、プロトタイプで 何かをしたらこっち動きますよっていうのをここですね自動アニメーションっていうアニメーション機能があるのでこれをやるとこうこんな感じで,でこれ今1だけでしたけど例えば動かしながらえよいしょ消すっていうフェードアウトする感じそうですね0にしたんですね10日はいこんな感じで下に消えていくっていうこういうアニメーションの付け方をしてますねはい なのでぜひ、あのー、これの特集アニメーション特集というかやりすぎるとはまっちゃうやつですね。確かにさてえー、続いてですね PDF など別形式での書き出しができますか一応,一応って言い方おかしいですできます。ます<笑><笑>いろんなやり方があるんですけどもちょっとこれもえいってショートカットやっちゃいますが例えば今書き出しをしたんですけどもよ下にいきましょうここですね。 フォーマット png pdf p svg j G でさらに書き出し書き出し先っていうんですねこれねウェブ iOS アンドロイドとかいうどういうのを基準に作ってるかってのを選んで書き出せば書き出せます、まあ、iOS とかあともうよくある iOS 用に1倍2倍3倍みたいなセットでベンってまとめて書き出してくれるようなものとかですね、うんはい、ちょっとここあの癖のある項目なんでそのうち説明しますがそうですね、はい まあ、PDF の話が出たのでおそらく関連すると紙の話印刷の話が、ねはい、あると思うんですけどアートボードを紙に印刷したいのだができないできない PDF でもできないうん一旦フォトショップに画面ハードコピーして印刷している何か良い方はないでしょうかまあでもアートボードをですねまず PDF 化でき,できないっていうのはどういうことなんですかね今だとアートボードでもでき,、ね、できますので、はい えっとそれをまあ必要に応じて印刷してもらうという感じですね。あとあれですね、その画像とかを放り込んだときに PDF にすると圧縮されずにものすごいでかい画像で書き出されたりするんですよ。 まあでも一応書き出せますなので印刷にもできますし、えー、と細かいのはちょっと避けますけどプラグインっていう後から入れる機能で印刷向けの解像度とかでアートボードを自動で吐き出してくれるようなものもあるので,<あ>で、ね、A4 サイズとか、ねうん、その辺使えばそんな問題ないかなと、ねはいえー、では続いてですねお客さんにワイヤーを見ていただく時はワイヤーっていうのはワイヤーフレームですね、はい えー、URL 見ていただくようになるのでしょうかと、えー、先ほどの共有の場合はそうなりますでちょっとじゃあ画面をいいですかねさっき共有にした時ですねパス,言っちゃったパスワードを要求するっていう項目も設定できるので、まあ、そこでセキュリティを高めるっていうのは一応できますねそれで、えー、URL を送ってこのパスワードを入れてくださいっていうのを、まあ、何か別のメッセージとかで送って。うん 先ほどのこういうい画面ですねこここで触っってていいたたただだくく、うん、気になったところをコメントしお客さんは AdobeID がなくてもゲスト ID としてここにコメントを書き込めるので今までお客さんのお仕事をされている方が「こんなデザインどうですか?」っていう何かしらの PNG とか JPEG とかを送ってで,、ね、でまたなんかやり取りをメールなりスラックなりでやってたと思うんですけど、うん、これを使うとブラウザ上で画面のこの位置 今だと1番の位置のこれに対するコメントをこうやって書いていけるとマークというかターゲットが当たるんで、うん、なので、えっと、ほんと画面のどころ右上のあ,のあれですよみたいなそういう無駄なやり取りがないんですね <laughs> そうですね、うん、タイトルタイトルって言われてもどこのタイトルってなったりするんですけど、うん、そうそうそう,そうまあこんな感じのやり取りできますしあとですね XD ファイルを共有するということもできますこのままもうファイルをお互いに同じものを見る クラウドにあるファイルを、えー、と複数の人間が管理するっていうこともできるので、うん、まあお客さんが何をする人かにもよるんですけども例えば先ほどのスライドはですね僕とろおキさんと共有してるんですよね修正すると僕の方が勝手に変わってるっていうこともあるんですけども、はい、そんな共有の仕方もあるのでデザイナー同士だったらそれでもいいですし、まあ、ただ動きを見たいだけであれば、えー、ウェブでブラウザで共有するっていうのがいいのかなと、うん、あと強いのが無料でも使えるので。 そうですね、XD はあのフリーミアムプランというのがあって、まあ、完全に無料でですね結構使えますねそうなんですよ、はい、なので、まあ、アドビ e a アドビーお高いんでしょみたいな言われることあるんですけど、うん、XD に関してはお客さんも別にダウンロードしてもアカウントさえ作れば無料で使えるから、まあ、ディレクターさんと同じのをやり取りできるからいいよっていう感じで進めたりもしてますね,すねあとエンジニアの方もね無料でいそのためだけにフォトショッププラン入らなくても大丈夫、うん、大丈夫 <laughs>、はい さて、えー、じゃああともう一つぐらいですかね、はいえっと、イラストレーターデータをリンクすることもできますかとリンクっていう言い方だとちょっといろいろあるんですが。うんうん フォトショップとかイラストレーターで今まで作ってたページのデザインとかあると思うんですよ、それを今後どうやって活用していけばいいのか、全部作り直しかみたいな。そ,うそ,うそ,うね、それはすごい気になります、ね、<laughs> あるんですけど、それは一応安心してください、うん、読み込めます、まず、x d で読み込んで開けますし、そこからプロトタイプとかに派生させることもできるので、うん、であとリンクっていうのでいうと、ですね CC ライブラリーっていうイラストレーター、フォトショップ使ってる方、知ってるかもしれないですけども、も、えー、Adobe のクラウド上にアセット、素材を入れといて、うん、それを落として貼り付けるっていうのがあるんですね。 まあそれも使えるようになっているので、まあ、イラストレーターで作った素材をライブラリに入れといて XD で出すとかまたは今まであったイラストレーターデータをもう XD で開いちゃうとかうん、うん、そんなことができるようになってますね。そうで,す、ねうん、でまあちょっと関連した話なのでもう一つだけそうやっていろんな形で貼り付けた画像とかはリンクになるのかって、はい、よくそのイラストレーターでほらリンクの状態で元ファイルを渡さなかったかためにリンク切れになることあるじゃないですか。はいはい XE ははそれはどううなでですすかとといこね今の話でいうとその CC ライブラリっていうのはクラウドにあるものを読み込んでるのでまあイ,ラとかイラストレーターとかフォトショップでいうリンク状態と同じ扱いにはなりますね。コピペで持ってきてしまうともう埋め込みなのでそれはさすがにあの更新はされないですけど。というわけで,です、ね、まだちょっといろいろご質問あるんですけれどもまたあの次回にもいろいろご質問に回答する。 コーナー設けたいと思ってますので、はい、今日はこの辺にしておきましょうかね。はい、さて、では次回はどんな内容なんでしょうか、はい。次回がですね、画面をいただいてよろしいでしょうか。はい、あれ、はい、えーはい、先ほどあったやつですね。フォトショップのデザインカンプが動き出す。はい、出すこれも面白そうですね。<laughs> やっぱり特徴的な、ね、そのプロトタイピングとか共有の機能をまず触っていただきたいなっていうのがあってですね。うん 先ほど質問であったようなイラストレーターとかフォトショップのデータを実際に読み込んでプロトタイピングするとかがまず入り口として面白いかなと思ったのでこれをやっていきたいなと思っていますはいじゃあ楽しみですねはい。はい、<laughs> さて、えーはい、では今日はここまでとしたいと思いますはい。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回お会いしましょうよろしくお願いします